またなんかね、映画界やばいですね。今度、園子温監督ですかね。木下ほうかさんとかに続いてね。主演には大体手を出したって言ってますね。豪語する大物監督。卑劣な手口だそうです。日本映画界に波紋が広がっている映画監督の榊監督、木下ほうかによる性暴力が明るみに出た。で、他の監督とかも、例えば井筒監督とか、日本映画界の業界全体が色眼鏡で見られてしまうことが問題。監督はみんなこんなことをしてるんちゃうかと思われるのは心外だと。僕なんかみんなそんなことしてんじゃないかなって思っちゃってますけどね。違うんですかね。そのために監督ってやるもんなんじゃないですか、多分。わかんないですけどね。権力をかさに女優さんとやるために監督になってんじゃないかなと思いますけど。確かに全ての監督がそうではないんですよ。少なからず現実に起こっている異常な実態があるんですよと。話すのは映画配給幹部。今はもう平気で俺とやったら仕事をやるという映画監督がいます。彼の作る映画は評価が高く、作品に出たがる女優がたくさんいます。それを利用して彼は当たり前のように女優たちに手を出している。それがそのシオンですと。そのシオンって有名ですよね。注目を集めたのが2009年に公開された西島貴博さん主演の愛のむき出しですと。これはベルリン国際映画祭でカリガリ賞と国際批評連盟賞ダブル受賞しましたと。これ、愛のむき出しって満島ひかりさんが出てね、ここから女優として評価されたやつなんですよ。ここからその快進撃が始まっていくと。2010年には冷たい熱帯魚。2011年には秘密。これ二階堂さんですよね。13年には地獄でなぜ笑い。3作はベネチア国際映画祭に出品。2021年にハリウッド進出を果たすなど世界的に評価されている。私生活では2011年にその映画に出演した女優の神楽坂めぐみと結婚。2019年に脳梗塞で緊急搬送され、生死の境をさまよった末に回復。入院した2日後に長女が誕生している。そんなそのシオンの悪評が業界内で後を絶たないという。出演予定の女優をそのシオンが自分の事務所に呼び出して性行為を迫ったけど、彼女は断った。するとその監督は前の作品に出ていた別の女優を呼び出して目の前で性行為を始めたというんです。ド変態ですよね。これ AV 撮ってんじゃないですか、これは。それを見せられた女優が驚いて固まっていたら、一緒にいた助監督が外に連れ出してくれて助かったと思っていたら、今度はその助監督が彼女をラブホテルに連れ込もうとしたというんです。これめちゃくちゃじゃないですか、これ。これヤクザですよ、これ。めちゃくちゃですね。AV ですよね。やってることがね。チンピラですよ。その映画作品に出演したことがある女優の A さんは眉を潜め、こう証言する。普段から女はみんな仕事が欲しいから俺に寄ってくると話していました。主演女優には大体手を出したとかも。ある女優さんのことを俺のおかげで売れたんだと言っていましたが、別の男に乗り換えられて捨てられたって嘆いていました。この人の、そのシオン監督のね、作品に出た人って一体誰かっていうと、昔のそのシオンさんの2019年のかのインタビューがあるんですよ。知名度の低い女優を起用する理由ってのがあるんですよね。そのシオン監督の映画で広く知られるようになった女優も多いと。その中には、のり子の食卓2006年、それは吉高由里子さんですね。で、愛のむき出し2009年、それは満島ひかりさんなんですよね。なぜあまり知名度のない方を積極的に起用するのか、その理由について尋ねました。で、そのシオン監督、オーディションもあるし、どっかで飲み会で出会ったりっていうのもありますけど、司会者がまだ無名の女優さんを使うのって、自分の直感とかどこかで見ておられるんですか、どういうところで決めるんですかってことで。それに対してそのシオンさんは、そもそも吉高由里子の時にやって病みつきになったんですね。すごく才能を持ってて。オーディション会場に入ってきた途端、こいつだと思ったんですけど、と。で、ちなみにその時に同じ役でオーディションで応募してきたのが沢尻エリカさんや北川景子さんだったと。で、選考の時は何も書かれてない写真だけファックスが1枚送られ、マネージャーもついておらず、起用が決まった時も、あんなんでいいのと言われるほど、吉高さんあまり事務所に押されていなかったそうだ。さらにスタッフ側も演技経験のない吉高さんの起用は不安だったそうで、まさにそのシオン監督の独断だったというわけです。こういうのね、読むとね、今読むとですよ、なんか怪しい感じがしますよね。
で、そうやって誰もがね、まだ実力も何もない、事務所も押してない人がいきなり抜擢される。そのシオン、やったなって感じがね、吉高由里子とやったかって感じがしますよね。その監督、本読みをやったらめちゃくちゃ下手でとんでもないの選んじゃったなと。でも自分の責任じゃないですか。だから発声練習からやったんです。まさか最終的に天才じゃんと思うぐらい飛躍的な変化を遂げたんですよね。それで面白いじゃん、新人ってやみつきになるんですよ。それ以来ずっと慣れ親しんだ誰でも知っている人を使うより新人を使うのが楽しいかなってなっちゃったんです。映画を見てる人もあの役の人誰と注目したくなりますねと。どうなんですかね、なんかその裏がねあったってことなんでしょ。だからそういう風に俺が使ってやるよってことなんでしょ。すり寄ってくるってことなんでしょ。これが最後の場面で吉高さんの表情がものすごくいいですよね。あの頃は追い込んだ後やったんかなと思ったっていう司会者の方にあって、その監督は追い込んだ後ですよ、かなり泣かしました。最初のシーンの時は朝から始まってワンカットに夕方までかかりましたから、テイク数が825になってて、こんな地獄見たことない。途中からそんなに強く言わなくなるぐらいどんどん良くなってきたんです。じゃあまた満島ひかりさんに対してもやはりその監督は厳しかったんですかと。そのシオン監督すごかったですよ。天候が悪くなったらお前のせいだって言ってたから、ひどい話や。今だったらパワハラかもしれないけど、その時だってパワハラなんじゃないですか。じゃあパワハラだけじゃなくて、この人セクハラも入ってるんですよね。ハラスメントの塊の人ですよね。すごいなと思いますよね。さっきのその事務所に呼んでね、やらせろって言ってね、嫌だったら別な女呼んでそれを見せたっていうね、ド変態ですよね。いやもう僕はこのソノシオン監督の映画はもうこれからそういう目でしか見れなくなってるかもしれないですね。主演クラスとは全員やったんだっていうね。ただ吉高さんがねブレイクしたのってのはヘビーにピアスですよね。でもね、この後なんですかね、ヘビーにピアスはねらしいですけどね。どんどん出てくるんじゃないですか、映画界のその闇はね。なんかもっといっぱいありそうな感じがしますよ。ではでは。